ま、先ほども言ったけれども、パヨクの吉イどもがですね、桜井に乗たくってですね、誹謗中傷をやってるらしいんですけども、そういった証拠をね、皆さんで絶対に押さえておくようにしてくださいね。今回に関しては、桜井が全部訴えますからね。もう警察が決まったんでね、所轄所がもうあの、対策チーム作ってくれたんで、ね、この放送も聞いてるはずですけどもね、片っ端からね、これね、選挙妨害だってことで訴えてあげますからね。